やりました。いいよ。エリカです。皆さん、お願いがあります。ネタがありません。もうありません。また皆さんに頼ってもいいでしょうか。お願いします。いや約ね2ヶ月くらい前にネタハイシャースの動画出したんですけど、マジで助かりました。ありがとうございます。皆さんが優秀すぎてくださいって言った後の動画はほぼほぼみんなからいただいた案をやらせていただきました。ありがとうございます。でね、ちょっと今回もまたみんなにお願いしたいなっていうことで動画を撮っております。この1、2ヶ月何をやってきたかというと、アフレコとかもそうだし、写真見てなんか大喜利みたいなのもそうだし、歴史の偉人当てクイズもそうだったっけ？そうですね。そうだったっけ？はい、こういうクイズ系も山手線とかもそうだもんね。モノマネ講座とかね、いろいろやってきたんですけど、踊ってみたとかは、あ、踊ってみたはこれもコメントであったか。ゲームもやったし、そうペパプリが終わったんでね、ママにゲーム隠されたも終わったので、新しくなんかいいゲームないかなーって探してるんですけど、結構ねゲームもこのゲームいいですよみたいなゲームいただいてたんだけど、結構人数が必要だったりとかするゲームとかもあって、今審議中みたいな感じなんですけどね、なんか面白いゲームないかなーって思ってて、あとチャレンジ系ね、けん玉やらせてもらったんですけど、フレさん絶対できないだろうっていうやつもこう奇跡を起こしたりとかするので、フレさんにこれやってみてほしいみたいな、チャレンジしてもらいたいみたいなね企画もちょっとあったらいただけたら嬉しいなって思います。スリスリスリ。あとなんかそうそうプラモ系。プラもなんかガンプラとかやってくださいみたいなコメントも結構いただいたんですけど、あれの簡単にできそうなやつってあります？なんか手軽にこの古谷の動画の時間内だいたい古谷さんの動画って10分前後なんですけど、まあ編集してそれに収まるくらい、どんぐらいかな、30分1時間くらいでできるなんか手軽なやつってあったりとかしますかね。なんかそれもちょっとそちらの道に詳しい方がいらっしゃったら教えてくださるとありがたいです。まねちゃんと2人の動画も上げてくんだけど、2人の動画はねできることいっぱいあるんですよ。もうね、もう考えなくてもできる。だからちょっと古谷さん一人のやつ、古谷さん一人でできるもんのやつのちょっと企画はね募集させていただきます。よろしくお願いします。はい、そしたらちょっとまた皆さんにねお願いしますっていう感じになっちゃうんですけど、古谷さん楽しくやるよってなるから、わーって言ってなるから、とにもかくには皆さん募集してます。お願いします。それでは今日の動画何が良かったのかわからないんですけど良かったよって思ってくださったらいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様からの企画募集しております。よろしくお願いします。